のプロフィールはこちら。日テレメニーナベレーザってね、この経歴をある中で2011年に2種登録で日テレベレーザになる。その後長く所属した2011年から19年まで所属したベレーザからなんとアイナック神戸に移籍で、このアイナック神戸に移籍した後に WE リーグの移行でちょっと半年ぐらい空いたんだよね、時期の開催で。その間にドイツのバイエル・レバークーゼンに6ヶ月ぐらいか、そうだよね、移籍、うん、で、再びアイナックに戻ってきてっていう感じだよね。そうで、あの練習参加これも一緒だけど、行った時ミナとやってどうだった？いやもうとにかくゴールの意識がすごい、もうストライカー、うん、練習でも常にもう自分にパスよこせって感じで、めちゃくちゃ頼もしいなって思った、うん、プライベートで話してる感じは？プライベートでもめちゃくちゃ気さくで、ご飯も一緒に食べに行ったりしてんけど、もうほんまめっちゃええ子、もうとにかくええ子、ね、もうみんなええ子まあみんなアイナックの選手もだけど、みんないい子だけど、みんなはこうメディアから見たイメージはさ、結構さ、うん、ストライカーキスでさ、オラオラしてるって言い方悪いけどさ、うんうん、そういうイメージを持ってたから全然、うんうん、全然だよね。でも全然プライベートやったらもうめちゃくちゃ気さくやし、めちゃ喋りやすいし、うん、面白いし、うん、最高。確かに、うん、ね、それであの20の質問にもね、あの協力してくれて、うん、撮影した印象はどう？いやもうなんて言うんやろ、ゴールを取るためだけにのことを考えてる試合中に、それを聞いてほんまに衝撃やった。もう常にゴールだけを考えてる、ほんまにストライカーやなと思って、絶対ワールドカップでもこれは点取ってくれるなって思う。確かに、あのサッカーの一面もそうだけどさ、プライベートでもさ、うん、結構さ、うちらが納得されるようなさ話し方でさ、そうなんか納得させられたよすごい賢いなって思ったんだよね。いやほんまに、だからあれに流されてたもん、みんなのせいで完全に、いや大人だなって思った、すごく、うんうん、かなりね。はい、そしたらミナの勝手に自己紹介コーナー。得意なプレーはターン、裏抜け。もうここはね、もうストライカーらしいし、あのミナの何がうまいってハーフターンすごいうまいと思うんだよね。もう狭い中でのハーフターン、うんうん、いやあれはもう本当に才能だと思う。ほんまにあのやっぱりゴールに直結するプレーを考えてるから、あのターンができるんやと。間違いない、技術の高さとやっぱこう感覚だよね。うん、次あだ名はタナピー。呼んだことない。結構ミナって呼ばれてんじゃないの？ミナが多いと思うけど、タナピーは誰に呼ばれてるんやろうか。え、まあまあこれも今度聞いとこう。うん、今度聞いてみる。次、最近の趣味は？美容。違うんじゃない？違いますね。今度じゃあいろいろ韓国の美容の話してあげよう。確かにあれしたいって言ってたもんね。うん、しみとり。そうそう、しみとりしたいって言ってたもんね。美意識が高いから。次、ペット飼ってる？猫。おお。よくインスタでもさ載してるよな。うん、かわいいね。次、特技は？陶芸陶芸？これはしてますね、陶芸を。陶芸すごくない？うん、すごい気になる。特技って結構こなしてるってことだよね。それともパッてやったらうまかったんかな。わー、どっちやろうな、気になるな。え、ちょっとこれは聞いとこう。だし作品が見たい。で、それ作品ぜひ見せてもらおう。で、これは陶芸のちょっと写真送ってもらおう。で、今度送ってもらおう。うん、次、チャームポイントは眉毛。明日じゃないからいや、ミナの眉毛なんかそんな注目してなかったけど。確かに。で、どういうアートメイクしてんのかな。いや、アートメイクしてんかな、分からへんけど。立派な眉毛なんじゃない、地で。あ、そうなんかも、地で立派なやつで、うん、ね、うん、なんか顔立ちも立派やん、なんか、うん、かっこいいよね。うん、はい、ということでミナの勝手に自己紹介コーナー。あー、なんでこんな感じまうんやろ。みなの勝手に自己紹介コーナー、これにて終了。みな、ありがとう。そしてワールドカップ絶対点取って頑張って。